いい感じで最初行けたのに落ちちゃうみたいなのが繰り返して、自分自身否定されてるのかなとか、授業休んで出るっていうところの金銭面とか時間のかなりロスはありましたし、場数半端なく踏んだっていうのもありますね。100人に応募訪問したら絶対うまくなりますね。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで今回は合格者体験談のシリーズなんですけども、今回はさんさんさんに合格された方にインタビューをさせていただきます。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。和田さん、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。新潟大学出身の二次卒で就活をしておりました和田貴弘と言います。現在はですね、サンサン株式会社エイト事業部の方で広告のチームでインサイドセールスをしております。本日はよろしくお願いします。和田さんは新潟大学出身ということなんですけど、サンサンさんに、合格するまでにいろいろ苦労されてきた中で最終的に内定を決められたっていうお話を聞いてるんですけど、具体的に何社ぐらい受けてみたいなところってお聞きしてもいいですか。かなり就活の方は早めに始めておりまして、トータル本選考とかいわゆるサマーインターンみたいなのを合わせますと120社ほど受けております。すごい。でそのうち最終的に何社ぐらい合格されたんですか。内定いただいたのはサンサン含め3社ですね。インターン自体はもうかなりの数落ちてしまったんですけど、10社ほどのところには夏は参加させていただいたかなと。当初は6月7月頃までは1社も決まらなくてですね、20社30社は全くうまくいかなかったんですけども、1社決まってからは割と自分の中で就活ってどういう風に進めていけばいいんだっけっていうところの確立がしていって、まあ、面接であったり自己分析であったりっていうところで対策を打つようになって、順々にエンジンがかかっていくような感じで就活はスタートしました。一時期は20社連続落ちたっていう時期もあったっていうふうに伺ったんですけど、そこの中でやる気失わずに意気消沈せずに就活を続けられた理由ってどこにありますか。正直自信なくしてた時期ももちろんありまして、まあ、ES 通らない、一次面接通らない、なぜかいい感じで最終行けたのに落ちちゃうみたいな繰り返して、自分自身否定されてるのかなとか思ったんですけど、やっぱりそのマインドだと、まあ、絶対に就活うまくいかないなっていう気づいたので、早めに始めた分自分が積み上げられるものとか数であったりとか仮説を持って振り返るっていうところが大事だなっていうところに気づいたので、面接官も時間をくださっているので、そこに対してもなんか返していけるもの自分の中でないかなと思って面接に臨むっていうところをやってましたね。落ち込んだ時になんでそれでもやれたんですか。自分の中でストレスを感じる時とか落ち込んだ時にどうしたらいいかっていうのを言語化しておいて、そこに対しての対策っていうのは、とりあえず新潟ラーメン美味しいんですけど、落ち込んだらうまいラーメン屋さん行きつけのとこ行くってやったり、まあ睡眠時間ちょっと長くとってみるってなりに、自分なりのストレス解消法をストレス感じた時に解消できるようにピックアップをしていたので、そこでメンタルコントロールというかセルフコントロールですね、行ってました。和田さんなりの就活の極意、一言で言うとどういったところにありますか。自分が対他者からどう見えているかっていうのを把握して動くっていうのはすごい大事だなと思ってます。具体的にはどういったことですか。自分のその元々持ってる雰囲気であったり喋り方であったり、受け手によっては情熱的な人かなとかロジックの人かなって思った時に、自分はどちらかというとそのロジックというか淡々と喋ったりっていうところがあったので、他者から見た自分のイメージをまず面接ではしっかり持ってもらいながら、すごい和田くん淡々としてるけど、なんかそういったところの原体験とか感情がものすごく強い子なんだなっていう風に印象を持ってもらえるように工夫をして、なんか事実だけでずっと喋ってて落ちてしまっていたんですけど、やっぱりこう人として動かされる部分って感動的なプレゼン見てもそうですし、そういうところかなっていうのを繰り返して画面接で話していくうちにリラックスして自分のことだったりとか喋れるようになったので、そこは一つ大きかったですね。何人ぐらい OB 訪問されたんですか。 OB 訪問は100人ぐらいは合ってると思います。すごいですね。どうしてもやっぱ地方なので情報格差というか機会格差があるので、ここでまずシェアっていうのを広げていきたいなっていうので、自分から積極的にコミュニケーションというか取って話を聞きに行ってました。確かに周りで頑張ってる人がやっぱ東京に比べると少ないですもんね。僕自身もそうですね、すごい分かるんですけど、先ほどコミュニケーションがもともと苦手だったっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、具体的にどう面接で受け答えとかを改善していったかっていうところ、意識していたポイントとかってありますか。きちんと自分が喋ってる内容が、まあ、相手に伝わっているかっていうところを、その面接練習を繰り返す中で、まあ、ブラッシュアップしていたってところ
ところと、あとはしっかりその相手がこの質問って何でしてるんだっけっていうのを汲み取って答えるようにはしてましたね。あとあれですね、単純にもう爆発半端なく踏んだっていうのもありますね。100人に帯訪問したら絶対上手くなりますね。そこは確かにそうかもしれないですね。それがすごいと思います。和田さんは新潟大学 その新潟の地方で東京で就職しようと思って、就活進めていく中でのハンディとかを感じたりとか抱えたりする場面とかってあったりしましたか？21卒はどちらかというと対面で、今ほどラインではなかったので、どうしてもその夜行バスで東京出たりとか、授業休んで出るっていうところの金銭面とか時間のかなりロスはありましたし、友達がなかなかいなかったりはしてたので、そこでだいぶ格差というか差は感じてましたね。それをどう乗り越えましたか？そこに関しては、しっかりお金貯めていくっていうのと、どうしても難しい時はオンライン面接やってないところも保証して、スカイプとかそういうのでやってもらえませんかっていうところも、あとは自分がやってきたそのアクションだったりとか、就活のその自己分析のやり方っていうのをなんか LINE グループとか作って共有してって、東京の学生とも積極的にコミュニケーション取れるように動いてましたね。周りの就活仲間が近い距離ではいない中で、それでもやり続けて、で結果的に行きたいところに行けたっていうのは、同じような境遇の地方学生の方とかすごく勇気づけられるんじゃないかなっていうふうに思います。最後になんですけど、和田さんが就職活動を経験してきた中で、和田さんと同じような境遇の地方学生とか、今なかなか就活うまくいかずにでも頑張ろうとしている就活生に対して の応援メッセージをいただいてもいいですか？今オンラインが主流になって、なかなかその東京に出たりっていうところで苦労はないと思うんですけども、どうしてもやっぱり孤独になりやすかったとか、周りに相談できないっていう環境があると思うので、そこを管理することも大事だし、声を上げてですね、誰かに助けを求めるっていうのをやっていく、例えば学校のキャリアセンターであったりとか、自分が悩んでることを話せる仲間を作って、そこで頑張ろう、お互いに支え合いながら、自分の就活であったりとかエピソードっていうのをなんか作って、最終的になんか納得内定していってほしいなと思います。うん、で今和田さんが働いているサンサンさんも今今年も新卒採用であったりとかをされているということなので、下の概要欄に情報があるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日は和田さん、貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録